セレナーデを踊るビオレットベルディ。カールバン・ベクテン撮影ビオレットベルディ。1933年12月1日ポンラベーマイナス2016年2月8日はフランスのバレエダンサーバレエ指導者である。1970年後半にダンサーを引退した、あとはダンスカンパニーの監督等として活躍した。幼少期からバレエを始め、パリで ルーサンヌ・ルプジント・ビクトール・グソフスキーに学ぶ。1945年に設立されたローラン・プティのバレエでシャンゼリゼにソリストとして参加。その後、バレエでパリ、ロンドンフェスティバルバレエ、ミラノのスカラザ、アメリカンバレエシアターで踊る。キャリアの長きにわたりニューヨークシティバレエ団のプリンシパルダンサーを務めた。ナイクビー在籍中、ジョージ・バランシンはベルディのために、 多くの役を創作した。その代表的なものに、ジュエルズのエメラルド、チャイコフスキー・パドドゥ、イズミ、ソナチネがある。また、ジェローム・ロビンズの、ダンシズ・アット・ア・ギャザリング、イン・ザ・ナイトも、彼女のために振り付けられた作品である。音楽と調和したクリアなダンスが特徴で、最高のバランシンダンサーの一人とされている。バランシンは、ベルディについて、とても雄弁な足を持っている。 足で物を語ると評した。ナイクビー引退後、パリオペラザバレガ団芸術監督に就任。1980年には、ボストンバレエの共同監督となった。その後、インディアナ大学ブルーミントン校において、音楽の特別教授、フィラデルフィアのザロックスクールで、アーティスティックアドバイザーを務めている。ベルディは、フランスのレジオンドヌール勲章を、2009年6月15日に、 パリオペラザ・ガルニエグーで行われた詩的なセレモニーで、ボルド・オペラザ総監督であるティエリー・フーケから授与された。他、多くの記事の執筆や雑誌への寄稿も行っており、著書にマーシャ・ブラウンがイラストを描いた子供のためのバレーボン、オブ・スワンズ、シュガー・プラムズ、アンド・サテン・スリッパーズがある。2016年2月9日、パリオペラザ・ワベルディが、 居住先のアメリカ合衆国で8日に死去したことを発表した。ありがとうございます。